歯科会の異端児、どうもこんにちは、ドクターひろかみんです。おはようございます。おはようございます。今日もまた全然ロケーションが違うところで。毎回違いますよね。全然違いますね。はい。ちなみに今日はどんなところに？今回は伊香保温泉、ちぎら神泉店に来ております。来ました、伊香保温泉。日本の名湯、伊香保温泉ですよ。そうですよね、はい、めちゃめちゃいいところですもんね。なんでね、伊香保温泉って言ったら多分ほとんどの人が聞いたことあると思いますが、まあ、群馬でもね有数の有名な温泉街ですよ。で、あの石段なんかもね多分有名だとは思うんですけども、まあ、その中でも今回はちぎらさんにお邪魔して温泉の効能だったりとか泉質に迫ってまいりたいと思います。おー、いいですね。この格好で行くんですか？いや、今日又場くんがね遅いからね、先にもうゴルフ行ってきちゃったよ。ゴルフ帰りからの温泉ロケみたい。最高じゃないですか。そうなんですよ。もう温泉でね疲れを癒して汗も流して美味しいご飯食べて、もう泊まっちゃいたいぐらいだね今日ね。泊まってくださいいや、明日仕事だからなんで早速行ってまいりましょう。こんにちは。はい、こんにちは。あ、はい、先ほどはゴルフでご一緒させていただきました。ありがとうございました。どうも、ちぎらです。よろしくお願いいたします。で、最初にご紹介させていただきます。ちぎら神泉亭のちぎら高尾専務です。はい、どうも、はい、よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします、本当に。はい。はい、なんで、今回は日本のね、名湯である、はい、伊香保温泉のちぎらさんにお邪魔して、はい、まあ、いろんなことね、聞いて、はいはい、皆様にこの温泉の良さをお伝えできればなと。はい、思っておりますので、ぜひ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、はい、伊香保といったら温泉ですよね、はい、あ、今日は、はい、これありがとうございます。とんでもないです。楽しかったです。いや、こちらこそ、はい、ありがとうございます。本当にで、まあ汗もかいてるんで、はい、早速温泉の方に行きますか。いいですか？はい、どうぞ。はい、じゃあこちらになります。はい、どうぞ。楽しみてかもう内装めちゃめちゃいいですよね。見てくださいよこれ。はい、どうぞこちらになります。このね伝統のある感じわかります？うわ、めちゃめちゃいい。どうぞこちらです。どうぞ、うん、はい、失礼します。はい、どうぞ。はい、ここが、はい、あの脱衣所ですね。はい、そうですね、はい、はい、で、はい、こちらが、はい、黄金の湯の温泉になります。お、はい、源泉 100% になりまして、はい、当旅館、はい、全てのお風呂がですね、はい、かけ流しで、はい、貸し切り風呂も4つありまして、源泉 100%、はいはい、かけ流しでございます。なかなかないです、はい、なんで、後ほど対談の方で、はい、まあ、いろいろ聞いていきたいと思うんですけども、はい、軽くここの温泉の良さ、はいはい、まあ、本当にですね、あの黄金の湯っていうのは鉄分がすごく含まれてるんで、うんうん、体の芯まで温まると、はあ、それで夜ですね、こう寝つくのにすごくいいって言われてます、はい、皆さんこう体の芯まで温まっていただいて夜こうゆっくりとお休みいただけるという温泉でございます。この旅館の良さにひろかみんが積み込まれてもう眠そうですもんね。もう眠いですもう温泉入って寝たいです、はい、ぜひじゃあこれから反応していただいて、はいはい、今日はあの皆様にお伝えするっていう使命があるので、はい、いつもよりシャキッとします、はい、めっちゃ楽しい。どうですか、お湯加減は？お湯加減は最高。湯の色もちょっと濁ったような色ですごい良さそうですよね。実際何かあるだろう。実際何かあるというのは、まあ、後でお話聞いて、質問できればと思ってます。普段温泉とかってよく来られたりするんですか？いや、たまにです。なんか最近一番楽しい出来事は何でした？一番楽しい出来事、毎日楽しいけどいや、でも気持ちよすぎてもう頭回んねえわ。いや、最高でしょ。
やばいね。めちゃめちゃ気持ちよそうっすね。気持ちいいって声でもやばい。ということでね、温泉入って体も温まり。眠そうじゃないですか。で、あの、対談しましょうっていうことで、うん、そしたらですね、あの、専務の方から食事をね、用意していただいて、はい、おもてなしをね、いただきましたので、見てください、これ。これすごいですよね。この料理ね、豪華な料理を食べながら、この温泉の良さに迫っていきたいと思います。お疲れ様です。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。いや、うまっ。水分がうまい。今日は本当に、ゴルフ日和でしたけどね。ゴルフ日和で、うん、スコアはともかく、スコアともかく、あの、楽しく、二人で回らせていただきました。ちなみに、ヒロカミが今食べられたのはホタルイカですね。どうですか、お味は。いや、美味しい。これあれですか、普段、はい、出るお料理なんですか。そうですね。うん、当旅館は、あの、一応、お昼はの時間帯はやってないんですけれども、うん、あの、これは夕食の方で出してるメニュー、メインですね。はい、建物が、はい、なんか伝統的な感じというか、はい、そういう感じなんですけど、はい、千木良さんは創業何年ぐらいなんですか。創業がですね、あの、室町時代の、1502年になりまして、今年で520年。はい、520年、はい、群馬でね、一番古いんですよ。へえ、はい、めちゃくちゃ古いってことですね。そうですね、古いっていうか、ええ、伝統があるそうですね。まあ、建物自体はあれですもんね、リニューアルとかそうですねしてるから、はい、かなり綺麗なんですけど、はい、歴史というか、はい、それはもう500年もあるということですよね、はい、そうですね、うん、ですから今コロナでどの旅館さんも大変、うん、まあ、サービス業というか ね、この観光業っていうのは、まあ、どの業種もそうかもしれないですけども、大変なところ多いと思うんですよ。ただ、あの、明治維新の時に元からある老舗旅館っていうのが12軒うちも含めてあったんですけど、はい、4軒だけになっちゃったんですよ、明治維新の時に。だからその時のインパクトっていうか、その経済的なインパクトっていうのは今以上だったのかもしれないですよね、うん、そうですね。今伊香保温泉はまだみんな頑張ってて、あの、コロナでも頑張ってなんとかこう営業続けてるので、うん、まあ、その時が一番こう激動の時だったもんですね。ゴルフ場もこんなに近くにたくさんあって、うん、で、石段のね、あの、街並みですもう綺麗だし、お店もいっぱいあるし、その食べ歩きながら楽しめるし、うんうん、でそれ終わったら温泉入ってくつろいで、はい、で、温泉もね、かなり効能がありますから、うん、はい、くつろげるし、休めるし、はい、健康にもいいと、はい、もういいこと尽くしですね。そうですね、おっしゃる通りです、うん、石段街のお店は若い人に行ける形で一生懸命やってるお店もあって、魅力的なお店がちょっと増えてるんですよ。まあ、そういうので、あの、ぜひね、こう探検がてらこう石段街を散策しながら、こう新しい店がどんどんこう毎月ね、なんかね、こう一軒一軒こうちょっとずつ今できてるんです。あ、そうなんですね。はい、まあ、いろんな世代来ていただきたいですけども、そうですね、あの、どうしても伊香保温泉ってちょっとね、年齢層がこうちょっと上のところの人が多いので、ぜひ下の、あの、若い方の層もね、来ていただければ。うちおかみがですね、健康志向でオーガニックなものになるべくこうしていくようにっていうことで、例えばこう旅館のシャンプーとかも環境に優しかったり、その化学物質をなるべく除いてあるシャンプー洗剤を使ったりとか、あとはそのワインなんかもそうですよね。あの、オーガニックなワインだけをこう選定して、はい、こう、まあ、自然派って言われてるんですけども、ナチュラルワインっていうのをなるべくメインに置かせていただいて、そういうのでいろいろこう細かいところでこうちょっと気を使って、それで温泉を楽しんでもらったりとかっていうので、どん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 こう毎年こうちょっとずつこう変えていくような感じで。天然のいいもの、はい、オーガニックとか、そうですね、こういう思考に、はい、徐々に徐々にやっていく、はい、ですね、はい、で、何よりも温泉が素晴らしいじゃないですか、はい、ありがとうございます。もう入ってますけど、すでにポカポカしてるんです、うん、ずっと保温効果すごくないですか、こう、この旅館の温泉って、ね、あれ、内側から来る、はい、このポカポカさというか、はい、
最初になんか、はい、おじいちゃんおばあちゃんが来て、はい、芯から温めるみたいなおっしゃられたのが、はい、なんかすごいわかるなっていう、そうですね黄金の湯って体にこう鉄分が付着するんですよ、はい、茶色い温泉ですからね、うん、こうちょっとこう茶色くつくんですけども、まあ、それがあの毛穴を塞いだりとか、うん、あの保温効果鉄分なんで、うん、すごくこうあの体の芯まで温まるようになってるんですね、はい、ですからあの当旅館もそうですしみんなあの黄金の湯を使ってる旅館っていうのは比較的ぬるめです。ぬるめで長く入っていただいてその黄金の湯の鉄分をなるべくこう体につけたい、うん、付着させたい、それで上がった時に体がポッ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 なんですよ、うん、温まると、で保温効果が体がずっと温まってる状態なんですよ。ですので、まあ、あのお食事中にちょっと、うん、大変失礼な話なんですけども、はい、あのご年配のおじいちゃまとかおばあちゃまが来ていただいた時に夜中にこうトイレに立つ回数がなくなった。うん、泊まってる時いつもこう自宅だとトイレに夜中にちょっと起きるっていうのがないらしいんですよ、ね、だから そのぐらいこう体の芯まで温まるって、ね、睡眠促進というか、うん、こうちょうどいい感じでこう体が整っていくっていうかになるんじゃないのかなって思うんですよね。リピーターとかも多いんですか。そうです、源泉の全部 100% じゃないですか、はいはい、こんなことが良くなったとか、はいはい、冷え性だったのが治ったとか、はいはい、そういったお客様の声みたいなのってあるんですか。はい、多いですよね、うん、やっぱりあの先ほども言ってましたけど、まあ、ぬるめの お風呂がやっぱり好きだっていう人が結構いらっしゃって、はい、寒い日にこう足先まで温まるっていうのですごくそういうのを求めてこう来ていただいてたり、うん、月に1回来ていただいてとか、うん、いろいろこう言っていただいてて、うん、アトピーに効くんじゃないかとか、そういうのでこう来ていただいたりとか、こう皮膚病ですか、こう皮膚炎とかにこういいんですよっていうので、こうマッチしたっていうのでこう来ていただける人とか、実際に自分でこう来てこうお風呂のお湯が合ってるっていう、そのフィーリングが合ってるんでここにしましたっていうふうに来ていただける人とかいらっしゃいますね。どこの温泉地にもこうそういう方いらっしゃるとは思うんですよね。だからそういうふうに選んでいただけるように常日頃から温泉の管理、温泉旅館ですからね温泉をもう第一に考えていかないとこうダメじゃないですか常にこうお客様に 100% で提供できるようにっていうことで気を使ってるっていう、うん、はい、500年の歴史もありながら、はい、これからもずっと続いていくわけじゃないですか。そうですね、続けていかないと、うん、まずいですよね私の代でなくなっちゃいましたって言って大変ですから本当に、いろいろお話、はい、あの伺わせていただいたんですけど、はい、まあ、最後に、はい、あの伊香保の魅力とか、はい、まあ、いっぱいあると思うんですけど、何か伝えたいことがあれば、はいはい、まずこう来ていただいて道を覚えてもらってその次にこう旅館に泊まっていただけたらすごく嬉しいなっていう、まずはこうね、まあ、泊まるんではなくて石段街を歩いていただいてその雰囲気を楽しんでもらって、うん、あ、ここにこういう旅館があるんだとか、うん、こういうお店があるんだとか、うん、でそういうのをみんな知ってもらって、なるほど、その例えば、うん、おじいちゃんおばあちゃんのこう記念日だとか、うん、お父さんお母さんの結婚記念日だとか、うん、なんかのこう記念日の時にこうあの一緒に泊まりに来ていただくとか、そうですね、まあ、そういうのでこう使っていただいて、うん、イカホの楽しみ方を自分なりにこうアレンジしてもらえたら、なるほど、嬉しいかなって思うんですよね。四季お料理で、うん、こう今新宿がすごい綺麗なんですよ、うん、でツツジもあったりとか20分ぐらいであの榛名湖まで行けるんですけど、その途中でツツジが見えたりとかいろいろこう、うん、その四季お料理でこう 見られるものがすごくあるんですよ。秋 10月の末から11月にはもう紅葉のシーズン、うん、トップシーズンでこう皆さんこう紅葉を見に来ていただいたりとか、うん、ライトアップっていうのですね、こう源泉地の湯本がこのちょっと先、はい、石段街の先にあるんですけれども、そこでもこう綺麗にこう夜映えるというかですね、こう、紅葉が映えてこうすごく綺麗に見えるので、はい、そういうのもいろいろこうあの時期によってもこう楽しめることがいっぱいあるんで、そういうのもこう楽しんでもらう、そう、あの先生とかこう皆さんの協力を得てこうこっちからもこう発信していきたいっていうのはありますので、はい、ぜひあのお越しいただければと思います。まあ、僕自身も来て感じることっていうのは本当にいろいろ楽しめるなっていう、その温泉街で食べ歩きも楽しめる、温泉も楽しめる、ゴルフも楽しめる、
こんな全部揃ってるとかあんまりないなと。そうですね、はい、本当そうですね、はい、いろんな意味でこう自分なんかも気づかされることもあるし、はい、意外に自分の中で当たり前だと思ったことがすごいね、こう観光のに来てくれた人に言われて、うん、あ って思うところもありますし、うん、常に学ぶところもあったりとかしてますね、うん、はい、もしねこの動画を見ていきたいと思う方々いると思うので、はい、まあ、ぜひ来ていただければと思います、はい、今回はいろいろ堪能させていただきました。いや、とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい美味しそうですよね。はい、そうなんです。それがですね、はい、鳥山畜産さんっていう牛の、育ってるところのですね、赤城牛ですね。赤城牛、はい、食べていいですか。はい、もちろんです。サーロインの場所なんですよ、うん、ですんですごくこう冷めても美味しいんですけど、まああったかいうちに食べるのが一番もちろんいいんですけど、柔らかくてですねすごく美味しいので、ぜひぜひご賞味ください。ちょっとね、うち厚めなので結構こう肉がね、すごい大きいですね、これ。そうで、だから贅沢っすね。そう、時々年配のお客様に、うん、切ってくれって言われますね確かにでかい。なんか切っちゃうともったいないみたいな感じがあるんで、うちこのまま出してやってるんですけど、 それでお好みでごまだれかこうポン酢で召し上がっていただく形ですかね。はい、うまい。こんな感じですかね。ちょっと赤城牛、はい、うまし